提案書番号6番、川崎誠さん、提案を始めてください。はい、デジタル推進官の川崎です。普段は DX の担当をしております。国の DX 推進において一つ大きなキーワードがあります。住民を主語としたデジタル化という言葉です。私の今回の提案についても住民を主語という言葉を基本的な大原則として、発表したいと思います。まず目指すことですが、市民の所得それから社会貢献意識などを向上させ市民生活の幸福度を上げること、これが私の提案の最終目標です。このために行うことが子育て世代とシニア世代の働く場をシェアリングエコノミーによって創出することが私の提案です。課題について説明をします。日本全体の問題として20年後2040年には 1.5 人の生産年齢人口で1人の高齢世代を支える時代が到来するとされています。いわゆる2040年問題です。この労働力不足を補うために子育てママとシニア世代の就労支援施策が重要であるとされています。ここ備前市においても市民意識調査で商工業などに対する雇用施策の重点要望が非常に多くなっています。この以上のことを踏まえ子育て世代シニア世代の就労支援を私は課題として設定しました。施策検討にあたり注目したのが最近話題となっているシェアリングエコノミーという言葉です。シェアリングエコノミーとはいわゆる有給資産を活用する経済活動と定義されています。主に民泊などの空間シェア、ウーバーなどの移動手段のシェア、メルカリなどの物のシェア、クラウドファウンディングなどのお金のシェア、クラウドソーシングなどの資金のシェアの大きな5つの分野に分かれています。国内における市場規模は2020年度が2兆億円、2030年度には14億円に拡大するとされています。なぜ、急速に拡大しているのか。大量生産大量消費社会の嫌悪感なども、人々の意識変化もございますが、何より大きいのがスマホの普及です。市民の方の中でも 85% の方が持っているという調査結果もあります。以上を踏まえて私の政策提案はシニア層子育て世代層の方々にシェアリングエコノミーで自分のスキルや環境にマッチした仕事を提供したいということになります。詳しく説明します。まず子育て世代の方々についてはフルタイムで働くのは難しい、子どもの発熱などに対応できるフレックスな勤務をしたいという要望があります。一方で PC 作業などには自信がある方が多くいらっしゃいます。実は平成27年度からクラウドワーカーを養成する事業が各地で進められてきました。私の奥さんもこのような事業の中で3年前からテレワーカーとして企業情報の PC 入力作業を行っています。一見90円ほどの歩合制なんですが、時給にすると実は1300円、レジ打ちなどに比べても非常に高い水準の報酬をいただいています。ということで備前市に住みながら全国の企業から仕事を受けるテレワーカーを増やしたいというのが私の一つの提案です。次に定年退職後のシニア世代の方々です。セカンドキャリアをこれまでの経験とスキルを生かした就労に結びつけることができないでしょうか。電話やファックス、紙ではなくデジタルの力でマッチングすること、そのためにスマホを活用することを提案いたします。また仕事の供給についても一つ提案です。市役所の仕事も市民にシェアしましょう。市役所の職員数は将来的に必ず減少します。観光や移住などの PR、広報誌の制作などは得意なママさんも市内の中に必ずいるはずです。道路や学校の修繕なども得意なシニアの方がきっといらっしゃるはずです。官民連携という言葉もありますが、ご好意に甘え無償でお願いすることも少なくありません。エコノミーという観点をプラスすることにより持続可能な取り組みに変えていくことが必要な時期に来ているのではないかと考えています。
従前から取り組んでいる企業誘致は雇用経済の面で非常に重要です。これに加えて備前市には仕事がないと諦めていた子育て世代やシニア世代に仕事をシェアリングする事業、この両面から市の雇用施策に取り組んではどうでしょうか。ここからはシェアリングエコノミーの横展開です。柿横の時期には駐車場が不足しています。そこで冬の間だけ週末などだけに限定して空きスペースを駐車場と活用し収入を得ることを提案します。このハイシーズン限定の駐車場活用は八王子市などでプロジェクト化されています。次に利用が低調な公共施設です。多くの公共施設の利用が低調であり、また市民の方からすると空き状況すらわからない状況が続いています。群馬県の桐生市では民間企業と連携し遊休施設を活用しイベントを開催するなど地域経済の活性化に取り組んでいます。実は空間シェアは備前市でもすでに実例がございます。これは市内の自動車教習所で行われているキッズランバイクの大会です。もう一つはインベー駅南のふるさと交流センターを利用したインベースというスペースのオープンです。教育庁がお考えの図書館構想についてもこういったシェアリングなどの活用すれば比較的スムーズに進むところもあるのではないかと期待しています。最後になりましたが、前例がないからできないということではなく、紙アナログではうまくいかなかった、デジタルの力を最大限に生かして民間企業と連携し備前市や市民の可能性を引き出したいと思っています。以上でプレゼンを終わります。ありがとうございました。はい、引き続きまして質疑応答を始めます。ありがとうございました。お疲れ様でした。冒頭ので住民を仕事したでしたとかを念頭に置いたりとかということでしたけれども、デジタル格差の問題ですよね、まあ、そこら辺をどういうふうに考えていらっしゃるか、それから、まあ、そこにも出てますけど、前例がないから、まあ、新たな考えですよね、でこの新たな考えだけに、まあ、いろんな課題があると思うんです、例えば法整備の問題とか、まあ、どうやって安全性を担保するのかですね、そういう課題に対してどういうふうに考えていらっしゃるか、お聞きしたいと思います。デジタルデバイス対策については非常に私も重要だと思っております。でただ、まずはこちら の市役所側というか、そちらは少なくともデジタルにこうして受けれるですか、高齢者の方がスマホを持った時には少なくとも市役所としてはそれに対応できる体制というのはまず整備しなきゃいけないかなと思っています。それから、まあ、スマホについてもかなり今現役世代として使っている方がこれから高齢者の世代に移ること、それから、まあ、高齢者のスマホ教室等によって慣れ親しんでいくことっていうのはこれからも頑張っていかなければならないと思っています。それから先ほどおっしゃったその法整備とかの部分もまだ新しい分野すぎてですね、追いついてないというのも理解しておりますので、トラブル等もこれからあるかとは思います。ただ今そういった部分もあるからこそ自治体の中では手を出さない分野になっているのかもしれませんので、そういった意味では備前市がトップランナーというか先にそこの分野に手を出すというところは、非常に意味のあるチャレンジかなというふうに感じています。いかがでしょうか。残り30秒ほどありますが、どうなったか。あ、そういうことか。お話ありがとうございました。
隙間時間ということで、主婦というか、子育て世代の方とシニアの方っていうのに限定されてますけれど、はい、他の世代のそういう、技術というか、はい、そういうのを吸い上げるような考えがありますでしょうか。はい、他の世代、学生さんもですね、バイトのやり方が変わってもいいのかなというふうには感じているところはあります。ただ、私の実経験として近くにいた妻とそれから妻の両親含めたシニア世代というのは私の中では一番身近な問題だったので、まずはここから展開していきたいというふうに考え、今回の提言としています。はい、質疑応答終わります。ありがとうございました。